こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。サムネイルは昨日食べ残した、豚ハラミのハムを使った豚ハラミうどんです。豚ハラミうどん。豚ハラミは 200g、うどんは1玉ですね。で、湯豆腐。絹こしの湯豆腐が2丁です。今、豚ハラミを茹でただし汁で煮てます。だからうまいですね。塩辛いですけど。はい。肝心の体重を測っていきます。昨日、おとついと徐々に増えてた。昨日は減ったのか。56.3 やったのかな、昨日。で、がっつり肉食った分、便秘が治ったんですけど、それで体重が増えてるか減ってるか。あ、減ってる減ってる。便通が良くなって、でも塩辛いから 800g を塩漬けのハム食ってますからね、喉は渇きました。 56.1 ちょっと減ってますね。体重 56.1、 体脂肪率 12.3、 基礎代謝 1325、 内臓脂肪レベル4、筋肉量 46.6、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6。 もう一度、体重 56.1、 体脂肪率 12.3、 基礎代謝1325です。はい、もう一度、サムネイルの豚ハラミうどん、これに、湯豆腐食べます。で、足らなければ卵焼いて食べるか、トマトの缶詰食べます。今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。失礼します。